やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。タロットさんはどうしても今あなたに言いたいことを7択占いです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄にあって、私も翔子先生も受け付けてます。ウェルカムです。あ、もうこれは終わってるかな？セミナー。うん、なので、お知らせは何かやめておこう。はい。さて、タロットさんが、あなたを見て、今こういう状態だよね。もっとこうすればいいんじゃないみたいな、なんかそういう現状と、現状こうだから対策こうした方がいいんじゃないみたいな何か言いたいこと、うん、そういう例を占おうと思います。あ、ちなみにいつも通りこれ私のすべての占いに、あれだけど、丸卓占いの時は、こう、なんとか卓みたいな時は、何番を選んだは、コメントに書かないで。書かないで。ね。コメント承認制にしますけど、丸番選んだよーって書いちゃうと、ランダムでなんか表示されちゃうじゃないで、それ見てこう、左右されちゃうっていう方がね、結構いらっしゃるので、そういうコメントは採用できないので、お願いします。何番選んだっていうのは書かないで、それ以外のことをコメントしてくださいませ。はい、じゃあ早速いきます。7択。こういう、このお題のテーマってやったことあるっけ？したことあるかもしれないけど。何が出るかね、どんな感じで出るんだろうと思って。個人鑑定だとね、よく聞かれますよ。タロットさんから今私に言いたいことって何ですかってアドバイスを最後にお願いしますとか、これは結構皆さん定番ですね。まとめとして何か言いたいこと言ってみたいな。なので、そんな感じで使って。でもなんか個人鑑定のもっとライト版です。7択だしね。こんな個人鑑定だったら100人いたら100人違うのが出るけどさ。うん、ざっくり7択だけど。なんとなく雰囲気感じ取っていただけると。案の定足りなかったスペースが。そんな、7ね、いつもぎゅうぎゅう詰めなんだ、いつも。はい。入ってる？一番右、入ってなくない？大丈夫？よいしょ、ごめんね。狭くて。はい。左から順番、1、2、3、4、5、6、7です。カードに1枚ずつ、あなたですか？いや、そうだよ、とか、違うよ、とか、こうね、カードと対話してくださいね。そうするとカード答えてくれるはずなので、うん、違う。あ、僕だよ、みたいな。ね、とか、私よ、とかね、こう、絶対、なんかこう、サインを出してくれるはずなので、カードと対話しながら、選んでくださいませ。はい。選べましたでしょうか。まだだよっていう方は一時停止するなり巻き戻すなりして、ゆっくりカードさんとね、対話して選んでくださいね。はい。じゃあ、行きますか。いつもそのまま開いちゃってんのか。よいしょ。こうやってずらして、ここにね、やろうかな。はい。じゃあ、まず、1番さん行きます。1番さんへの言いたいこと。おー、なるほど。1番さんに言いたいこと、現状。なるほどね。まず、現状がね、なんか、一人よがりとか、なんか、誰にも相談しないで、勝手にやっちゃってないみたいなことをね、タロットさんが言ってる。1番さん、さあ、自分一人で何でもできるとか、自分一人でやった方が楽だもんとか、自信あるからいいんだもんとか、なんかそんな感じで自分一人で、なんか周りに何にも言わないでバーってこう決めちゃったり、なんか勝手に行動しちゃったりとか、そんな感じで周りを困らせちゃったり、そんなこと聞いてないよとか、そんな混乱を引き起こしてないかしらみたいな。そんな感じを言ってるかな。なんか、そのね、情熱とか、やる気とか、こう、推進力とか前に進む力はとても素晴らしくていいんだけど、そう。
なんかね、ちょっと独りよがりになっちゃってる感があるのね。で、対策注意点が星なんだ。あー、なんかね、それをやめろとは言ってないんだな。その、そう、その、なんか、一人で何でもできるもんとかさ、一人でやっちゃおうみたいな、うん、なんかぐいぐい進んでいく情熱を、なんか水をぶっかけるように、うん、それをやめろとは言ってないの。あえてその情熱とか向上心とかを、さらに高い目標のために使ったらどうかしらみたいな感じに言ってますよ。なので、他に、もうなんだろうな。なんか、こう低いレベルのとこでさ、なんかくすぶってないで、なんかかなり高めの、これ叶うかどうかわかんないなみたいな、そのくらい高めの目標を設定しちゃってですね、そのためのあなたのそのエネルギーとしてバーンってこう、使っちゃったらどうみたいな。そんな感じ。はあ、もしかも待って、今湧いてきたけど、ワンドのキングの逆ってさ、そう、わがまま一人よがりみたいなのもあるけど、逆の方向に行くと、むしろこう、やる気なく見えたりとか、だからどっちかだよね。やる気ありすぎてこう、一人でガン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 進めちゃってるか、やる気なく見えてるか、多分どっちか極端な感じだと思う、一番。まあ、どっちにしろ、高めの目標を設定すれば、なんかその状態がね、解決されるっていうか、なんかむしろちょうどいいんじゃないかしら、うん。はい。そんな感じでございます。高めの目標を持って1番さん。はい。頑張れー。はい。1番さんでした。はい。2番さんいきますよ。2番さん。はい。現状と対策主義。おー、すごいパワフルな。両方ダイヤルかな。2番さんは言うことないですね。2番さん、女帝二戦車ですよ。はい。現状として、あなたとっても、ね、優しい、豊かな母性のカードよ、女帝。とってもよく頑張ってるねって、とりあえず、タロットさんがすごくこう、評価してるっていうか、うん、すごく頑張ってるし、周りの人を癒してるし、仕事も仕事なのか、ね、家庭なのか、まあ、あらゆるところで、その力をこう、素晴らしく発揮してると思うわよ。うん。そんな感じで、対策注意点は戦車でしょ？そのままでいいんじゃないって。うん。自信持っていいと思いますよ。自信持って、なんかありのままのあなたはすごく素敵、素晴らしそうなのでね。まあ、そのエネルギーを正しい方向にそのまま使えば何も問題ないと思います。頑張って。うん、何も問題ない場合は短めよ。問題ある方がいろいろフォローしなきゃいけないので。うん、2番さん、はい、そのままありのままで大丈夫。はい。はい、3番さん行きますよ。3番さん、はい、行きます。オープン。はい。なるほど。3番さん。3番さん今、情熱とかやる気とか、なんか新しい目標とかが芽生えて、ね、ワンドのページ。あ、何か自分の中でモリモリ湧いてきたぞ。やる気が出てきた。それに向かって頑張ろうとしているみたいな状態なの。それを大事にしてほしいのと、あとね、対策注意点にソードのクイーンなので、そうね、いろんな意味があるよ、これ。よーく、流行を読むとか、時流を読むとか、コミュニケーション、風だからね、風属性だから、コミュニケーションとか会話とかを大事にしながら、そう、いろんな人と交流しながら、情報を得て、情報戦、頭を賢く使って、かつ、でも人と群れたりしないで、なんかこう、自立した感じよ。自立した、凛とした感じで、自分でチャキッチャキッとこう、正しい判断をしていけば大丈夫よって言ってます。うん、なので、あなたのそのまず芽生えた情熱とかやる気を大事にしてほしいし、ぜひね、精神的、経済的、なんか社会的、いろんな自立っていうものを目指して、強い人を目指して、ね、一人で何でもこう、判断できるわみたいなところを目指して行ってほしいわね。期待してますよ、みたいな感じです。頑張れ、3番さん。はい。
あ、4番さんいきますよ。4番さん。じゃん。お、ズバッと言いました。いいじゃない。4番さん素晴らしいよ。まず、ワードの8って愛の矢のカードっていうの、愛の矢ね。うん。矢が降ってきてるじゃん。なので、なんか、情熱とか、チャンスとか、やる気とか、その矢がブワー降ってきてる状態であります。なので、チャンスをぜひものにしてください。あなたの今の状態は、チャンス到来！今こそ、こう、動いていこう、前進していこう、スピード感を持って、突き進んでいこう、みたいなね。しかも男性的エネルギー、目標を設定して、両方、ワンドだからね、男性的エネルギー、そう。目標があり、それに向かって、バッて、行くといいよ、みたいな感じですね。で、対策中でもワンドの6でしょ、両方ワンドでね。うん。自信を持って、ぜひ、勝利に向かって突き進んでほしいな、みたいな。ここでね、こんないいカードが出てて、尻込みしちゃダメよ。やっぱ、できませんって。それは望んでない、タロットさんは。ここでできませんって言ったら、なんだよ、人の言うこと聞かないじゃんって。ね。そうならないようにね。ちゃんと、いいカード出てるからね。自信持って進んでね。期待してますよ。はい。頑張れ、4番さん。はい。では、5番さんいきます。5番さん、喉が渇いてる。5番さん、はい。うん、ソードのキングとワンドの10。なるほどね。はい。まず、現状として、まあ、素晴らしいよね。ソードのキングだからね。あなたはすごい、ちゃんと賢く、こう、自立して、正しい判断で、こう、物事をちゃんと裁けてるよっていう、素晴らしい評価をしてますね、タロットさん。うん。すごい強いっていうか、うん、賢いっていうか、うん、いろんな情報をこう取り入れて、正しい作戦ができてるよっていう評価はしてるの。ただね、対策中点がワンドの10なので、こう賢いし、多分ね、いろいろできちゃうのよね、器用に。5番さん器用にできちゃうからこそ、なんかいろんなものを背負いすぎないでねって。人にはさ、時間も能力も体力も限界があるじゃない、ここまでだよ、みたいな。それをこう超えちゃって、ああ、もうきついみたいな、やりすぎ注意です。背負いすぎ注意。オーバーワーク注意っていうか。なので、その辺注意しながら、まあ基本的に大丈夫。基本的な姿勢とか考え方、やり方は合ってるので、オーバーワークだけ注意してね。はい、頑張れ。はい、6番さんいきまーす。6番さん、じゃん。はい。はい。6番さんはね、あ、いいね。両方カップだね。6番さん、なんか今まで迷ってた状態から、目が覚めたっていうか、あ、目覚まさなきゃとか、目覚まさざるを得ないとか、うん。なんか夢とか妄想とか、ふわふわした状態から、自分はもっと現実的に地に足をつけて、こう、選択して、選んで、ね、ちゃんと生きていかなきゃ、みたいな、そういう時がやってきたよ、って告げてます。なので、まあ、これはいいでしょ？で、対策注意点もカップの10なんだな。なるほどね。そうね、なんか自分もだし、自分の周りの人、家族とか、まあ、家族が一番身近な人よね。家族なり。うん、なんか、遠い他人とかよりも、もっと自分とか家族とか、近い人とか、そういう人の心をこう満足に幸せにするっていう目標がいいかな、まずは。全体的にいいのよ。あ、ちゃん、やっとこう目が覚めそうだねとか覚めたねみたいな。うん、そうだよそうだよ、それでいいんだよみたいな感じで言ってる。うん。かつ、じゃあ、そしたら目が覚めたっていうか、うん。ふわふわってしてるところがこう、地に足がついたら、よし、今度はあなた自身を満足させる。あなたの、今度はね、旦那さんだったり、親だったり、子供だったり、すごい近くの身近な人からこう、ね、満たしてあげる。そういうのが大事なんじゃないかしら、みたいなことを言ってると思うよ。ね、幸せはまずそこから、みたいな。頑張れ。はい。で、最後、ナナさん。
7番さんいきまーす。じゃん。わ、フルだ。はい、ズバッと出ました。7番さん。まあ、これは強いカードですね。フル、ダイアルカナで一番最初のカード。もう一番最初ってことはもうゼロからのスタートよ。ゼロからあなたの今、冒険、新たな冒険がスタートした、出発したよ。旅立ちの時だよって結構強めに言っています。旅立ちです。新たに好奇心を持ってワクワクした気持ちを持って旅に出てください。ね、新しい環境に行く、新しい冒険を始める。どうぞもう行っちゃってください。やっちゃってください。はい。で、対策注意点がペンタクルのナイト。ただ、そう、新しい冒険には出るんだけど、やんちゃすぎはダメ。無知だったり、無計画だったり、そう、フルの逆はダメよ。逆じゃなくて、冒険を始めるんだけれど、新しいことを始めるんだけれども、急がば回れ的な感じよ。うん。なんか、焦らず、急がず、なんか最短距離ですごいスピードでピャーンって行こうじゃなくて、地道に着実に、だって馬が止まってるでしょ、このペンタクルのナイトって。止まってんのよ。地味にさ、1日1ミリ、1日1センチみたいなの、そんなゆっくりさでいいから、着実に堅実に真面目に行きましょう。うおやーってもう、なんか無計画に無謀なことをしないように、危険なことをしないように、着実に真面目に行こう。はい。それが言いたい。7番さん。頑張れ。はい。以上になります。いかがだったでしょうか？メッセージ。何かね、届くといいわね。はい。じゃあ、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。